こんにちは、クロケンです。マオイです。ジャン君の家猫生活3年7ヶ月が経ちました。毎月毎月、13日になると、何年何ヶ月ですっていう風にして動画をアップしてるんですけれども、まあここのところいい子になったジャン君は画像的にあんまり動画的には変わりはないです。ただ、3年7ヶ月というと、うちに来た時に1歳8ヶ月、推定だけど、だったのね。そうすると今5歳3ヶ月。そんなか。結構な年になったのね。へえ。我が家には昔、まあ、もう知ってる方は多いと思うんですが、チョキという23歳まで生きた、猫。22歳かな23って思ってたけど22歳か、2歳まで生きた猫がいて、ジャン君もそのくらいも、まあ、または25歳ぐらいまでどんどん、行ってくれたらいいなと思っているんですけども、にしてももう5歳、3ヶ月か。早いね。ただね、ジャン君を飼うにあたってはいろいろ、まあ、普通の人は分かってるのかもしれないけど、うちとしては勉強して、まあ、そのチョキを飼ってた時の、経験も付加されてですね、その食事の面とかいろいろやってるんですけど、猫はね、ストレスに弱いっていうふうに思ったのね。そういう意味ではジャン君の最初生まれてから1年8ヶ月、それから家に我が家に来てからね、1年ぐらいの間のあのストレスを見るとなかなか大変かなと。ケアをね、頑張ってやっても、それがどういう影響になるかはわからないけれども、まあ、普通の子よりもものすごくこう心の健康もしていかなきゃいけないな、と思います。なってるかな。まあここのとこ見てるとすごく気持ちは良さそうに思えるんだけどね。まあということで、今日の動画はそんなに長くないんだけど、ジャン君も目指せ25歳。まあ、僕たちの寿命がまあ大体そのぐらいだったらカバーできるかなというところで、もうそろそろ終わります。それではまた。はい、さよなら。さよなら。ジャン君の後ろ姿、逃げた。